おはようございます。カイチです。今回もゼルダの伝説ブレスオブザワイルド実況やっていきます。36回目ですね。これまでのこの実況をご覧いただいている皆様、お帰りなさい。ここの塔で地図を埋めることができたんで、火山目指します。こう行ってこの辺になんか多分入り口があるのかなっていう感じだと思うんで参りましょう。なんか祠の反応があるな。探索しちゃうっていうのもあれだよね。むっちゃ近いじゃん。また崖に埋まってるパターンかな。自分がマーキングしてるやつじゃないよね。あったあった。なんかめっちゃ綺麗だなこれ。湖。普通に、あ、馬宿のやつか。あ、前来たわ、ここ。Wii U 版の時にこれクリアしましたね。力の加減、6回言っとけ。あ強すぎた。5回でよかったかもしれん。5。おお、いい感じ、いい感じ。はいはいはい、OK。クリアなんかありそう。は何これ。あ、こんなあったの。これは知らんかった。これ多分ハンマーでしょ。これ多分難易度高いんだろうね。あ、これあれじゃないの、こう跳ね返すの前提なんじゃない。まあとりあえず方角がやばい。これも全ほっ、回数が足らんな。グッ、ある意味すごい、ある意味すごい、あの隙間を入ったけど強すぎる。こんな打ち込む。あ、全然ダメだ。まあそうだよな。これいいじゃない。違う違う、これいいんじゃない、これいいんじゃない。お、ゴールデンブッダさん、ナイスゲームプレイありがとうございます。なんかハンマー振り回してるだけですけどね。しかも入ってないですけどね。で、これはね、ちょっと印を受けとこう。未来の自分がこのマークを見て思い出せるかどうかな。宝箱。まあ宝箱、これで思い出せるでしょ。何増やそうかな。まあ、迷うね。頑張りかな。よし。すげえ、夏期具合って結構上がりやすいんだな。ちょっと若さが散髪したいな、これ。これちょっと散髪したいな。たてがみ。これがニコさんだから、お、これなんかいいじゃん。これは絶対違うよねこの辺もイケイケだからいいんだけど、ちょっとね、今ね、涼しげな方のお馬さんがいいかな。なんか聞こえる。
おりゃ。また手に入れた。なんか景色が全然違うもんな。見たことない感じの草木って感じ。ちょっとあそこ調子に乗って殲滅するか。みんなエキサイトしちゃったな。はいはいはい。おお、危ない危ない。よっよっ。弓が強いな、あれ。またファイアーロッドで思い出した。すごいかっこ悪い形で殲滅しちゃったな。思いっきりゴリ押しじゃん。なんかすげえいい景色。物騒なのがいるわ。そりゃそういえば確かあれを撃ち落とす人が、撃ち落とす矢を作る人がこの地方にいるんだよね。それを探すのが先になるのか。思いっきりドクロ池って書いてあるじゃん。まあ研究所だろうね。で矢を開発してもらおう。さあ出ました、転ぶチャンス。なんだろう、これ馬案件だな多分ね。行こう。よし。なんかお墓みたいな発見者。墓じゃないか。日がっかれ。これをクリアしたら今回の配信は終了しましょうかね。うわー、ちょっと傾ける系はねすごい苦手なんだよね。なんか今特に何もしないんだけど転がっていったよ。あれ、やったやったやった、めちゃくちゃ音が良かった。シュッシュッってなんか動かしたらうまくいったわ。よかったよかった。ちょっとねああいう傾ける系はねほんと苦手。でもゴルフパターっていうのは面白いね。一応宝箱は探しちゃう。やっぱあるね。最近なんかこの奥もう一段階あるのが流行ってんのかな。でこれは難しいんでしょきっと。ちょっと待って、ちょっとさ、こういうことだよね。こうん、こう本当に腕を振らないかねこれ。ちょっと待って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 。
これ傾斜がないとカーブしないよね。ほっ。はい、ダメ。違う。なんで押すの？あ、こうやってやればいいのか。こういうことか。ほっ。いいんじゃない？いいんじゃない？違うって。なんでそういう下がってこんなもん。違う、なんで傾きが変わる。せいっ。いいんじゃない。あー、意外に傾斜があるな。ほっ。あー、ヒットが悪い。ヒットがほっ。いい感じ。どうですか、どうですか。いいんじゃない、いいんじゃない。ちょ、止まって。よし、絶対行った。よし。いやさ、ほんと難しいって。これはこれ系は、うん、まあそうかもしれんと思ったけど、そうなったわ。これラスボスまでの間にまた難しいの来たらお手上げだな。来たー。で、これクリアしてやめようと思ったけど、ちょっとファイヤーロッドのお使いだけ見て、そんでやめよう。よし、なんか今回のクリアは気持ちいいわ。あ、いた。多分あの戦闘の子だね。そう、持ってきたよ。ういっす。持ってるやつがいいな。あー、さっき持ってたけど今持ってるかな。あー、砕けてるわ。あのバット、まさかあのバット言ってくるとは思わんかった。さすが武器マニアいいとこついてくるわ。よし、じゃあ一応ワープだけしとこう。はい、ということで今回の動画配信はここまでとさせていただこうと思います。ぜひフォローの方よろしくお願いいたします。また、次の動画配信でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。